はい、知床です。ブリッジコンストラクターポータルをねやっていきたいと思います。はい、42キューパチンコ。このなんかもねめっちゃ難しそうなんだけどどういうこと。コンパニオンキューブが射出されると、でこっちのどっちも2個に置けばいいわけね。こことここに、まずはこっちをじゃあ落とさなきゃいけないのか。タイミングとかってあるんだろう。お？どういうことだ？まずはじゃあここを、通さなきゃいけないと。OK。で、次に、ここに入っていくようにするわけだね。こんな感じか。OK。あとは、この建設か。どうするかな。パチンコっていうぐらいだから、なんかタイミングずらさなきゃいけなさそうだね、これ。とりあえずこんな感じで垂らしてみるか。滑る、落ちる、であとは反対側か。垂らす。ここは垂らせないのか。なるほど。そんなに勢いつきすぎてもって感じなんだからな。こんなもん。オッケー。滑って転がって落ちていく。
ダメ。そうなるか。なんとなく分かってた。さらに下ろさなきゃいけないと。あとタイミングが重要なんだろうね、きっとこれ。一回これで試してみるか。ぶら下がり方がやばい。上から供給してもらおう。挟まる。いや開くね。うう、ま、ああ行かないか。かすった。おお、あぶねえ。ダメだなこれ。やっぱりもう少しぶら下げなきゃダメか。こんな感じか。無理か。こっちからじゃあ供給してもらうか。ん？そもそもこれなんだ？これなんだって。うわー、紐が中だるみしすぎてるね。でも一応思い通りにはなったね。行ってみようか。あれ？ああ、なるほど。両方うまくいかないといけないわけね。じゃあ、こんな深く考えなくてもよかったのか、タイミングとか。となるとここにジャストミートさせればいいだけだから、そんな難しくないかもしれない。こんな感じ。うわ、間が空いていく。シュシュ、ダメだった。いやー、めっちゃ動くな。まっすぐじゃないとやっぱダメか。
それでも横には引っ張られちゃうね、力が働いて。さてどうしようかな。これぐらいの方がまだ大丈夫だったんだね。落とし方さえどうにかすればいけそうな。でもこれ、そうしたらここにむしろぶつけてやる作戦で勢いをつける。挟まっちゃうかな 反動でそっちに行く。イエス、そういうことよ そういうことよ。で、あとはこっちか。これはダメだな、動くな。落ちる。上はちゃんと立てなきゃいけないのか。こんなもんでいいんじゃね？いけそうな気がする。ああ、行き過ぎたか。これいけるかな？あ、生きていたリンか。ここはな、跳ねるんだよな。これでどうよ。ああ、今度は。強すぎるか。滑んないね。滑る。加減が必要だな、ここ。え、これ？間違えたけど、偶然の産物でいかねえかな、これ。引っ掛けることによって全然ダメじゃ 全然ダメでした。ここをなくして、2個にしようと思ったんだよね。どうしよう。こんな感じ。で、コツ。滑って、ちょうどよく。ああ、いかない。もうちょっと伸ばすか。この微調整でいけそう。ダメだ、勢いつきすぎる。ここは弾かれるのが問題なんだよな。勢いつけすぎてんだよな。うん。
勢いを殺す作戦。イエス。この微妙な角度しか動かないんだ。よし、まあいいや、行ってみよう。うまくいったぞ。ここも同時に着地。で、シュート。折れる。何だったんだ今の。バキになったな、バキって。行こうか。うまく機能してくれるかな。オッケー。あ、引っかかった。でも大丈夫。何度か引っかかってるね。オッケーオッケー。これでいけんじゃね。やべ、この量はまずいかも。わあ、この量はまずいかも。10なった。10。ここはちょっと引っかかる要因だったな。あとここもね、微妙にガツってなったんだよな。やっぱり重量に耐えきれん。ちっちゃくてもいい。頑張って作るか。オッケー、これでどうだろう。多少改良したぞ。さあスイッチオン。いけ。いった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 。滑るように落ちていく。ああ、最後崩れかけたけど、いけた。イエス。はい、ではですね、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。